なんだここ。北高にこんな場所があったなんて、すごい。なんかの神殿みたい。ま、ああ、いや、救世主様、ここが皆を大いなる災いから救う場所なのですか？まあ、そうなるのかな。だったら、ここは差し詰め箱舟ってことか。箱舟？ノアの箱舟だよ。旧約聖書の創世記にあるやつ。神様が堕落した地上にうんざりして、大洪水で世界を沈めてしまおうとするんだよ。けど、正しく生きていたノアにはお告げがあって、それで巨大な箱舟を作って、妻と子供たちと全ての動物のつがいを乗せたんだよ。なるほど。それでここが箱舟ってわけね。箱舟か。救世主様、お救いになってください。ああ、わかったよ。とりあえず洗礼を受けさせてやる。それで僕のしもべとなったことになるから。洗礼？ただ自分の名前を僕に言って、これまでの罪をあがなえばいい。その罪を僕が引き受けるから、君たちの魂は汚れのないものとなる。そうすれば君たちは終わりの空の下で水の空を見ることになろう。そうすることで君たちは至ることができる。私の名前は田所宗司と言います。私の罪は、名前を言え。少し伺ってもよろしいでしょうか。なんだ。ここに入ってくる途中で武井の死体がありました。え、マジで？私気がついていた。うん、私も。でも誰も言わないし、マネキンみたいにも見えたから。あれはやはり救世主様の邪魔立てをしたから死んだのでしょうか。答える必要はない。ここで君たちに許されていることは、僕の言葉を受け入れることだけだ。質問することは許されない。申し訳ございません。私の名前は横山清です。私の罪は父親を殺しました。その罪、確かに私が引き受けよう。ありがとうございます。日没からかなりの時間が経つのに、リルルちゃんは話しかけてこない。なぜだろう。リルルちゃん、なんだって。屋上に行け。外から
なぜ外からなんだい？世界？世界がどうしたんだ？私に会え？わかったよ。ほう。そんなに人間の救世主が珍しいかい？なんだ、言葉も話せないのかい。まあ、そこから上をいつまでも見上げているといいさ。おやおや、これはこれは、ご注目ありがとう。ん？なんだって？それはないよ。死体？誰のだい？ああ、竹犬のね。それで、それがどうした？ん？竹犬の死体をよこせ？何に使うんだい？仮にも君たちあれなんだから。え？そうだな。やはり君たちも低レベルなことを言うね。この学校の連中と大差ないじゃないか。何？竹井の死体が？ほう。まあ、やつなら死んでもそうだろう。まあ、あったら言っておくよ。君たちが体を欲しがってたことを。ん？いやいや、礼には及ばないよ。ん？僕の体はやれないよ。まあ、奪えるものなら、やってみるがいいさ。だから言っただろう。君らのような低次元の存在が僕の体を奪うなど不可能だと。全員消滅してしまうとは思わなかったよ。おや、誰かいるぞ。人間ではないな。こっちに来る。おや？これはこれは、武井くん。
ん？そうかい？なら、やってみなよ。君が僕を殺すことなんてできないよ。ダメだよ。僕は水の空に至るからね。しかし君、前から嫌な人間だったけど、もっと嫌なもんになったね。首がプラプラして気色悪いよ。それに若干臭いよ。え？ああ、まあそうだろうね。君なんて一瞬で地獄行きだよ。そうだ、そういえばあいつらがお前を欲しがってたぞ。ほら、奥のあれとか。何？ああ、君は食われるよ。知らないよ、あいつらと直接の友達じゃないもん。ダメだね。うん、じゃ僕はこれで仲良くやりな。なんて金切り声の悲鳴だよ。男が出す声じゃないよ。うるさい、うるさい。ほんと無様な悲鳴をあげるね。ん？おや、みんな座って授業を受けてるぞ。こんな真夜中までご苦労なことだ。さあ、こんなことしてられない。屋上に行かなくては。なんだあれは。見上げてごらん、あれがヨグソトースだよ。月を抱いている。